石川県に波浪警報が発表されました。金沢市、河北市、内灘町、小松市、加賀市、白山市、能美市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達清水町に波浪警報が発表されました。詳しい情報を見ていきましょう。この後はさらに波が高まっていきそうですね。はい、そうなんですね。明日はこの高波に警戒が必要でして、早速波の予想図を見ていきたいと思います。日付が変わりまして20日の0時の波浪予想図となっています。今日はですね、低気圧が日本海にありまして、この後北日本方面に進んでいきます。この低気圧の後ろ側ですね、こちらは強い北風が吹いている影響で海上波が高くなっているんですね。そしてこの高い波のエリアに注目して見ていきますと、明日の朝6時です。このように今波浪警報に出ました石川県を含めまして、北陸、そして近畿北部から山陰にかけても4メートル以上のしけとなります。そしてこの後見ていきますと、明日の日中の時間帯はさらに波の高いエリアが広がっていきます。山陰から東北日本海側にかけては4メートル以上、場所によっては6メートル近い大しけとなるようなところもありますね。全般に明日は北日本から北陸、さらに山陰にかけて風が強く、海岸付近波が高くなりますので、海には近づかないようにお願いします。この後の詳しいお天気情報はウェザーニュースのお天気アプリからも確認できます。ぜひご利用ください。